ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっとすみません。なんだ。どうした？あ、もしやせ。どうしてもこんな泣き止んでくれないのですが、またしてもですか？助けてくれませんか？またしてもなんですか？はい。ありがとうございます。うんうんうん。こん、全然いいけれども。なんだよ。なんかちょっと髪の毛伸びた？いないいない。そんなことないかな。前もこんな感じやったかな。いないいない。だ。え、私ちゃんとセーブして終わってよね。そこ。できてなかったとかじゃないよね、別に。あ。え、今おならしなかった気のせいかな。気のせいかな。よしよしよし。やっぱみんな基本顔面がお気に入りのようだ。いや、おでこか、これは。よしよしよし。おでこだね。よし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 。あ、いい感じ。まあ、顔面はシワシされるよりはね、まだおでこの方がいいよね。機嫌治ってきたんじゃないの？そろそろミルクの時間ですね。コーンの機嫌も随分良くなりました。よかったよかった。アユナのそっくりさん、ありがとうございました。いえいえ、よかったよ。お礼にこれをあげます。実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。はい、それじゃあ、おー、なにどうしたの、誰だい？ユナ、一人前に成長しました。おー、ユナちゃん。大きくなったのね。この子の成長のために、え、待って、詰まってた旅人たちは。詰まってた旅人たちは。え、あれはさ、あれじゃないの？すれ違い通信しないとさ、旅立っていかないんじゃないの？大丈夫？ほら今は旅に出せないみたいです。ですよね。ですよね。たまりますよね。うんうんうん。多分前回もそうやったよね。おう、次は誰ですか？ちょっと来てもらえますか？あ、前回マナナちゃんやったんかな、旅立たせれなかったのは。マナナが一人前に成長しました。ゆうちゃんではなくマナナちゃんだね。じゃあマナナちゃんもちょっと旅立ち待ちってことになるけど、旅立ち待ちの時は普通にあれかな、一人暮らしで誰かが出ていくまで待とうと思いますっていうのと同じく、家に一緒に住んのかな。はい、それじゃあ今回もあゆな島に住んでくれる人がいるので QR コードを読み取っていきたいと思います。それじゃあ QR コードを読み取る。ミントさん、なごみ系、第一印象穏やか、特徴、マイペース、ナイーブ&デリケート、素直、気配り上手、みんなに優しい、まったり型、のんびりのびのびタイプ、急がず自分のペースで生きる、でも心配事も多かったりする、かわいい。ミントっていうだけあって全体的に緑系なんよね。ちなみにミントさんのやつは北米版のトモコレの QR コードらしいんやけど、普通に読み取れたね。その辺は一緒ということで。さあ、それじゃあ、新しく来たミントさんのところに。あ、9階の第一住人や。ミントさん、どうも。そのいろんな意味というのがどういうのなんかが気になる。何？どうしたの？テレビでも見よったんかな？深夜とかね、面白い番組いろいろあったりするんやろうね。見てないけど。はい、どうぞ。YouTube とかで目を吹かしする人もおるんかな。まあまあ美味しかったようです。よかったよかった。そして、部屋も。どんなんがいいかな？やっぱね、こう自然に溢れた、緑溢れる感じがいいんかなと思うんやけど。へぇー。裏庭、え、違う。英国庭園スタイル、こんな感じ？いらっしゃいませ。ちょっと買いに行くわ。買えねえ。買えねえ。ちょっと待って、買えそうなところで何かない？なんかちょっとさ、緑っぽい感じの部屋なかったっけ？え、もしやなかった。カントリー。黄色。
黄色い壁、それ黄色だな。でも黄色い壁が一番近いか、もしや。子供部屋。なんかな。あ、草原スタイルはこれで。おかげでありがとうございます。よし、緑だわ。緑だわ、これで。ああ、もうめちゃくちゃお金が。はい、どうぞ。どうすか。気に入ってくれましたか。お、よかったよかった。やっぱ自然に囲まれとるのはいいよね。見ていきます。虹が出てるよ、虹が。どう？お、よかった。飛んでる蝶々は本物なんだろうか。木に鳥の巣とかもあればいいのにな。ここに鳥はおるんやね。なるほど。ほほう、いい感じっすか。はい。大事に大事にしてくださいな。さあ、それじゃあ。なんか友達マークがさ、また、二つあるんやけど、喧嘩かな。ああ、喧嘩だ。一瞬違うと思ったのに。ああ、やっぱり喧嘩なのね。なるほど。めっちゃ、すごい勢いでお尻かき寄るけど。そんな部分の動きまで早くなる。まあまあ、落ち着こう。え、マジで？アユナとなの？ミカちゃんじゃないの？二組いるのか。仲直りしよう。それはもう、仲直りしましょう。はい。グミでも。グミでもどうぞ。いやー、ダメだった、マジで。ちょっと待って、アユナの方行くね。アユナの方に行って、え、どこ行ったの？家？自分の家で育児をしています。なるほど。あ、なんかめっちゃアユナに似てるんだけど、髪型。パッツン？パッツンですか？あ、パッツンではないね。ちょっと分けてるのか、一応。めっちゃ似てるんだけど。ね、顔に至ってはめっちゃ似てるよね。積み木遊び中か、しかしちょっとお呼び出ししますね。クソ。クソとか言わない。え、とりあえず、韓国冷麺を与えれば大丈夫か。韓国冷麺はこっちか？あれ？もしかしてあれ最後の韓国冷麺だったとかそういうやつ。待って、韓国冷麺。あ、ですね。いらっしゃいませ。このお金じゃないという時に。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これをちょっと与えておこう。さあ、これで。踊った後に謝ってこよう。一旦踊った後に謝ってこよう。はい、来たー。大好物だったようです。しかもお腹もいっぱいになった。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃいまし。さあ、ちゃんと仲直りできるんだろうか。許してもらえるんだろうか、レイさんに。この間はごめんなさい。どうだ。こちらこそごめんなさい。ああ、よかったー。よかったー。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ、よかったよかった。お礼にこれもあげます。ほい、なんでしょう。実用品、ブランコをもらいました。よしよし。ああ、昨日、夜更かししてしまいました。どうした？みんなで集まってたのかもしや。あれやね。バブルスさんの歓迎会的な。あ、もう、仲直りして早速、家に来てるじゃないか、レイさん。なるほど。そんなに。あ、もしかしてこれ、キングかノリちゃんが喧嘩してるミカちゃんと、その可能性ありやね。さあ、とりあえず、
喧嘩って放置しとったらめちゃくちゃ仲悪くなったりとかするんかな。はい、それじゃあ、はるちゃん。なんかうなだれてる。どうした？ゲームで負けた？どうも。こんにちは。こんにちは。くしゃみが出そうで出ません。お。手伝いましょう、この私が。くしゃみ、羽で鼻のあたりをこすってくしゃみを出してあげましょう。スタート。さあ、行くぜ。ささ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 。小刻みに。どうよ。いけるんじゃないの？お。あー、なんか収まりそうな気がする。くわー。収まりました。あは！ですよね。収まりました。なんてこったい。なんか、微妙な気分です。だよねー。ですよねー。昨日、夜更かし。ほら、みんなめっちゃ夜更かしやん。こんだけ揃って夜更かしということは、もうみんな、一緒にいたとしか。はい。いただきます。どうぞ。どうすか。餃子美味しくなかった。マジで。私好きなんやけどな、餃子。結構好きなんやけどな。どう？勝てた？勝つ負けるのゲームなんかはちょっとよくわからんけれども。せつなさんがめっちゃ呼んでる。めっちゃ呼んでるけど、ともちゃんに行く私。遊びましょう。遊びましょう。キャッチ。ミーが落とすアイテムをキャッチできればあなたのもの、床に落としたら失敗です。お、なに？いきますよ。それは何ですか？ハーモニカ？いや、違うな。失敗。くそ。もう一回だけですよ。とりあえずそれが何なのかが気になるんだけど。いきますよ。はい。あ、失敗。あー！何かもわからず。取ることもできず。残念でしたね。また遊んでください。ぜひぜひ。お宝、ティッシュをもらいました。ありがとう。バレーって楽しいですね。もっと踊れるようになりたいです。頑張って。練習とかいっぱいして頑張って。さあ、それじゃあ、ゆったりゆったりな動きがかわいい。おー、なんだ、誰だ？どうした？ちょっと来てもらえますか？おいおい、何かあったの？おぉ、こんなが一人前に成長しました。え、もう旅立てるほど一人前？ついさっきまで積み木遊びしてたけど。え、ついさっきまで積み木遊びしてたけど、もう旅立てるレベルなの？大丈夫？な、え、何歳？ 3、4歳とかじゃないの？まあ、とりあえずまだ旅立ち待ちになるけれど。今は旅に出せないみたいです。取り出し立てるのは少し後にします。そうした方がいいよ。え、ってことはもうあれなんかな、なんか全然。え、積み木遊びしてますけど。え、それぐらいのレベルで旅に出させちゃうの親、大丈夫？さあ、みんな募金をどんどんしていってくださいまし。今日は 25,760 円集まりました。ありがとう。みんなじゃんじゃん寄付してね。管理人のポケットマネーとして。美味しいすき焼きだよ。お、すき焼き、いいね、美味しそう。10個買えるかしら。お、買える。買える。ふう、ということで、ミーニュース見てこう。11時になりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。ニュースの時間ですが、今日は視聴者からのビデオレターをご紹介します。誰やって。今回は風の影さんからの友達募集のメッセージです。なるほど。それではご覧ください。ほいほい。風の影です。洋梨が美味しくできたので遊びに来ませんか？いいねいいね、食べに行きたいね。私と友達になりましょう。黒影さんもだいぶここの島に入ってきて長いけど、ノーコメントでお願いします。してあげて、コメント。今ランニング中なんで邪魔しないでください。なんでそんな人に聞いたの？はい、だいぶね、この島に入って長いけど、やっぱあれ、こう今までの人たちが去っていって新しい人たちが増えてきたけんってことかな。
件ちょっと再度友達を募集しようと。友達とは自然になるものだよ。はい、ということで今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ということで今までの住人と新しい住人とかもまだまだ繋がってないけんね、どんどん友達になっていっていただきたい。